それでは続きやっていきましょう。今回も僕のお願い聞いて、お願い聞いていきましょうか。セレクトで。前回は15ステージまで終わったんで、残り10個ですね。頑張って解いていきましょう。16番目。編み物の棒は見つけたし、次は毛糸を探そうかな。これ見る場所に鍵がかかってんだけど、これ。何これ。あかんないや。お母さん鍵どこにあんの？鍵どこに隠したの？お、何これ。一番小さい丸が A の色。二番目に小さい丸が B の色。一番大きい四角が C の色。あー、なんだろう、暗証番号的なものかな。とりあえずメモっとこうか。一番小さい丸は黄色。ちょっとオレンジか。オレンジ。で、2番目が、黄色かな。で、四角が、これ、黄緑と見せかけて外枠の紫とか。こういうさ、大きさ比べるときそういうのあるんだよね。さ、そんな、引っ掛けじゃないな。どうだろう。それか、もっと外枠だ。髪の、周り。だから銀色とか。髪全体を見通して一番四角は髪の縁だから外枠の銀色とか。いや、どうだろうな。ちょ、ひねくれパターンと単純パターン両方やっとこうか。ひねくれじゃないと黄緑が一番でかいね。で、ひねくれパターンだとこういう場合ね、問題文の丸が一番小さいとかあるのよ。この紺色、紺色じゃなくてこれだ、句読点 C の色丸ってあるじゃないですか。このちっちゃい丸が一番小さい丸とみなすパターンもあるから黒かな。そうすると2番目が問題文の藍色っぽいやつ。まあ一応ブルーとしようかな。ブルー2パターンね。オレンジ黄色緑パターンと黒ブルー銀パターン。これ2つ目持っとこうかこういうのよくあるからね。あ、お母ちゃん寝てる。また具合悪いのかな。大丈夫かな。とりあえず外、抽選券とかもね探したいから、毎回毎回外に出るようにはしたいんだけど。あったあった。あーの、もういらない、それは宣伝はいらないよ。魚がいっぱいだ。抽選券いっぱいないの。八百屋さん、抽選券ちょうだい。お母ちゃんの具合ちょっと良くないっぽいんだよね。うん、僕が元気にさせてあげないと。あら、いらっしゃい、お買い物。違うんだ。ちょっとね、編み物しようと思うんだけど、お姉さんに教えてくれないかな。お、あった。これか。なんだろう、 ABC。 あー、多分ここに鍵が入ってるとかそういうパターンでしょ。お、じゃあまずはひねくれパターンやってみる。単純に考えないで、ちょっとひねくれた考え方でやってみるか。黒、これがさね、お母さんが考えてると考えるとすごい嫌なんだけど。あれ、銀色、銀色一番最初か。これでどう。開いちゃったよ開いちゃったよ、お母さん。これもっと悩まなきゃいけなかったんじゃないの。これなんでそんなひねくれた問題作ったんだろう、子供に。さすがに世に出てもこんな難しい問題はなかなかないぜ。もう独り立ちできるって、僕くん。大丈夫だよ。で、開けて、あ、毛糸あった。あ、開いてんじゃん、もう。え？いや、開いてたじゃん。びっくりしたよ。ふわふわの毛糸を見つけたよ。お母ちゃんの好きなピンク色でね。あ、そうなんだ。ピンク色好きなんだ。これで編むと。え、編めるの？編み方とかわかるのかね。まあ、でも遊ぶものといったらこういうものばっかだから、もうマスターしてるかもしれないね。さあ、ステージ17です。編み棒も毛糸もあったし、これで作れるかな。お母ちゃんに内緒で作りたいから、薬屋のお姉ちゃんに聞きに行こう。いや、もう毛糸隠してる時点でお母さんもうさ、君の意図は汲み取ってると思うよ。じゃなかったら隠さないもん。じゃあお姉さんに聞きに行こうってことじゃん。お姉さん、知ってるかな、お姉さん。お母ちゃん寝てる。あ、そうなんだ。ちょっとお出かけしてくるね、お母さん。お姉ちゃん、お姉ちゃん。いかにも現代一行って感じだから知らないんじゃない。お、福引券来た来た来た。マグロ欲しいんだけどな。あ、2個も来た !2 個来て、あ、すごい混んでる。どうしたの、薬屋さん。大繁盛じゃん。あら、こんにちは。ごめんね、今忙しくて。あ、そうなのね。見ればわかるけれど。ちょっとそこのジュース飲んで待ってもらえますか。そこのジュース、どこ、これ、あ、これか。あ、なんだこれ、色、緑、オレンジ。あー、こんなのどっかにあったっけ。違うみたい。どっかで探してくるか。多分どっかにヒントあると思うけど。あ、あった、早速。うわ、いいセンターだ。Y、 え、あー、さっきの色と関係してるんだろうけど、ちょっとメモっとくか。これメモるの難しいな。 OK、 緑、水色、紫、オレンジね。これが多分さっきのあれになってるだろうけど、とりあえず抽選券2枚ゲットしたんで引きましょう。さあ、一等当ててお母ちゃんに栄養のつくもの食べさせてあげようぜ。いきます。ドキドキワクワク、メキラモキラ。お、オレンジ色きたー。卵、4等賞の卵だよ。高級の卵だから美味しそう。やったよ。わーい、僕のお母ちゃんが卵大好きなんだ。嬉しいな。じゃあさ、ちょっとなんかウインナーとか買ってさ、オムレツ作ろう、オムレツ。思い出コレクション、やったよ。もう3箇所しか出ないかと思ってたからすげえ嬉しい。じゃあもう一回。さあ、2連続で当てちゃおうぜ。あー、白か。まあ、ティッシュ X あってもいいからね。うん。ありがとう、おじちゃん。タダで配ってるもんだけどね。
じゃあさっきの暗証ちょっとつきましょうか。これ多分、ABC、アルファベットなんだよね。さっきの水色と、オレンジ。この形を組み合わせればいいんじゃない？だから、J かな。J ってあった？あったあった。で、次が紫色とオレンジ。だから、O かな？丸だから多分 O だと思うけど。ジョア。で、緑色と水色。Y。だから、ジョイ。ジョイだ。ジョイだ。タレントのジョイだ。やった！開いたよ！なんでこんな暗証番号つけてたんだろう。防犯用かな。飲んでいいわよとか言ったのにこんな暗証番号システムなんて。いちご味。あ、かわいい。飲みながらお姉ちゃん待っとく。あ、チューチュー吸ってる。で、クリア。あ、クリアなんだね、これで。なるほどね。とか薬屋さんも粋な計らいをしてくれるね。待ち時間をさ、退屈させないようにこのゲームを作ってくれたんだろうね。すごいな。お姉ちゃんに毛糸が足りないって言われちゃった。もっと毛糸ないかな。あれだけじゃ足りないんだ。また襖にロックされてるよ。1円、5円、10円、50円、100円ってこと？これが何なの？ああ、色を変えるって感じね。なるほど。5円玉で10円玉で50円玉。これでいいんじゃない？やった！開いたよ！簡単だね！ちょっと待って、外で出せて。外出て、抽選券見つけないと。抽選券ないっすか？お使い偉い。ありがとうございます。ないかな？なさそうだな。さっき2枚出ちゃったからね。じゃあ、とりあえずじゃあ開けてみようか。よいしょ。あ、毛糸あった！早っ！この毛糸も使えそうだね。これ見よがしにあったね。お尻の中何かあるかな。このセーターはお母ちゃんがもう着れないって言ってたから、ほどいて使っちゃおう。ほどくこともできるの。すげえな、お前。薬屋のお姉ちゃんに手伝ってもらって、ブランケットを作ったよ。すげえ！マフラーじゃないんだ。超力作じゃん。お母ちゃん、これであったかいかな？多分そう、窓開いてるから寒いと思うよ。あら、これどうしたの？すごくあったかいわ。顔は寒いけど。あ、お母ちゃん！これ僕が作ったの！お母ちゃんも僕にマフラー作ってくれたでしょ？なんだよ、この親孝行は。優しすぎるだろ。とっても上手にできてるわ。ありがとうね。お母ちゃん、嬉しいわ。へへへ。元気になってね、お母ちゃん。ね、僕のためにも。いいじゃないのよ。これでなんか回復に向かいそうね、お母ちゃん。またイケメン推しか。やめろ。なんだか僕の部屋スースーする。眠とき寒いな。おー、なんかちょっと割れ目ついてるからね。どっからか風が入ってるみたい。何か塞げるものあったかな？セメントとかある？穴が開いている。そっか、やっぱ寒いもんね。ガムテープとかさ、なんかさ、テープ類。あ、329532。ミニクコ32。なんだろう。違うよね。何かヒント的なものがどっかにあるんでしょう。お尻には何もないね。このカーペットの裏まだ全然出てこないね。あー、さっきのやつじゃん。これは簡単だね。この順番にやっていけばいいんでしょ。 POTRAWUI12345678。 だからさっきの数字の順番に多分下に入力していけばいいんだよな。32。だから3は T32532 は分かるんだけど、9だけは分かんないね。トマトかな。でも9に関する何かヒントがどっかにあるんだろうけど、ちょっと探してくるか。9、トマ。これか、6だ。6、数字の6って、くるりと回転させると9になるじゃないですか。で、6の W っていうのをくるりと回転させると、M じゃないですか。だから9は M なんだ。だからさっきのやっぱトマトでいいんじゃない？さあどうでしょうか？お願いします。いきます！来たこれ！なかなかひねってきたじゃない。ガムテープあったよ。やったぜ。本当にガムテープだったわ。これで塞ごうとしてるの？まあ確かに俺も昔ね、ガムテープでさ、秘密基地とかこういう穴とか塞いでたよ。懐かしいわ。これで風が入ってこなくなった。バッチリだね。窓は全開だけどね。やったー、クリアした。これで寒くないぞ。まあ、付け焼き場だけど、ないよりはマシって感じなのかな。よし。じゃ、次、ステージ20。今日は何の日？ふんふん、母の日。あ、母の日だ。日頃の感謝を込めてお礼しないと。お母ちゃんにお花をプレゼントしよう。お花、摘みに行こう。あ、トイレ行くの？お母ちゃん？あ、寝ている。ちゃんとブランケット使ってくれてるんだね。ありがたいわ。じゃあ、なんかあるよ。これでお花が包めそう。もう、すでに用意されてんじゃん。これお母さんが用意したんじゃないの？プレゼントはお花がいいわって言って。やったー。特に何もないと何もないね。一応全部調べておかないとね。フライパン持っていきたいけど何もできない。じゃあ行きましょう。あ、落ちてる。またか。
あ、お花あったよ。青色、もう少し必要かな。野草、チューリップ、あ、チューリップ、これ大丈夫、積んじゃって誰かが植えたんじゃないのかな。野草としてチューリップなんてないでしょ普通は。大きいマグロ、これだけなんでタップできるんだろうね。これがあれか、あの商店街の商品なのかな。あ、黄色、タンポポかなこれ。お花このぐらいで大丈夫だね。お家でお花を包むものを探そう。もう持ってるよ。どうしたの、忘れたの。綺麗にできた、お母ちゃんに持っていこう。メッセージカードまでついてる、いいじゃない。うん、そこにタンポポなら咲いているよ。え、ここら辺のさ、果物ください。これも野草じゃないですか。ください、ダメか。じゃあお姉さん、母の日のプレゼントね。バス停のそばで赤い花を見たわよ。もう全部見つけてからみんなアドバイスしてくれてる。どういうことなんだよ。とりあえずお母ちゃんにプレゼントしようか。お母ちゃん、母の日おめでとう。起きてるかな。ん、どうしたの。あ、お母ちゃん、あのね、今日母の日だから摘んできたお花だけど、これお母ちゃんいつもありがとう。ま、綺麗なお花ね、ありがとう。いやー、これ嬉しいだろうな、お母さん。お母ちゃんこそありがとうって言わなきゃなのにね。本当にありがとう。何言ってんだよお母ちゃん、そんなこと言わなくていいんだよ、わざわざ喜んでくれて。僕お母ちゃんのために頑張るね。なんてできた息子なんだよこりゃ。お母さん幸せ者だな。さあ、ステージ20クリアしました。残り5つだね。あ、かわいい。めっちゃハッピー。今までさ、なんかさ、5ステージとか10ステージごとにさ、こういう絵出てきたけどさ、今までちょっとかわいそうな感じだったじゃん。今回かわいい感じですごいいいね。あ、お母ちゃん起きてる。お母ちゃんどうしたの、元気になったの。ふう、今日はなんだか体調がいいの。昨日お花をもらったからかした。あ、これもしかしたらクリアしたらお母ちゃん全回復するんじゃない。お母ちゃん、俺頑張る。ご飯作ろうと思うの。何がいいかしら。え、ビーフストロガノフがいい。わーい、僕お母ちゃんのお味噌汁が飲みたい。あ、お味噌汁もいいよね。豆腐とわかめ、じゃがいももいいな、玉ねぎも。わかったわ。それじゃあお使いを頼もうかしら。お豆腐買ってきてちょうだい。お豆腐ね、わかった。行ってくるね。お豆腐か、いいよね、タンパク質。あの、高タンパク質だし、低カロリーだし。でもカロリーあるもの食った方がいいような気がするけどな。とりあえず外出ましょうか。あ、抽選券。あった、よかった。これで卵あるじゃん。高級な卵。冷蔵庫ないからもう腐ってるかもしんないけどさ。あれ使えばさ、ね、美味しいお味噌汁できるんじゃない。いや、豆腐かい。ごめんよ、ついさっき売り切れちゃったんだ。八百屋さんで豆腐って珍しいけどね。これこれ、今日家に届いた豆腐なんだ。いつもの豆腐じゃないけど、これをあげるよ。え、ただで？何、高野豆腐ってことかな。いいの、おじさんありがとう。なんだろう、木綿がいいんだけど。あ、あった、やった、今回もう2個手に入れたぞ。お姉さん、これもらっていい？何も言ってないからもらっていいんだよね、ありがとう。じゃあ抽選していこう。これでお肉とかあったらさ、ビタミン B1 とかさ、取り入れられるから、摂取できるから、いいと思う。お願い。お、オレンジ、卵これ。あ、また卵だ。ちょっと違うの欲しかったんだけどな。たくさんあってもまあいっかね。今日は卵がゆでも作ろう。さあ、もう一個、何？お、金色、これもしかして、きたー。やった、マグロだよお母ちゃん。わーい、おじさんありがとう。お母ちゃんと食べるね。今日は豪華な飯が作れるぞ。新しい思い出が追加されました。だっていいじゃん、お母さんが料理することになったらいきなり食材がたくさん手に入ったぞ。なんて運がいいんだ。お母ちゃん見て見て。あ、包み紙、八百屋さんがくれたものだよって。あ、包みに何か書かれている。あいうえをかきくけこさしすせぞ、立ちつってと。うん、でっていう。お、豆腐、これ豆腐の場所の色を見ればいいってことなんじゃないの多分。とだからオレンジで、うだから黄色で、ふがない。ふ、あー、これ組み合わせでしょ。うとしと、なんだこれ、点なんて、どっかあった。て、立ちつてと、んがないからな。てん、う、し、う、てん。あー、じゃあ、うといだ。うといだから、うといでふ。だから、黄色と緑？え？黄色と緑？ 2 個になっちゃうね。あー、分かれてんのか。なるほどね。だから、うとふ、いを、調べればいいんだ。うは黄色で、で、いはもう緑だから、緑、黄色、緑の順番にすればいいんだ。緑、黄色、緑。だから、順番は、とがオレンジで、で、黄色が、黄色じゃねえ、うが黄色。で、ふの左側が緑。で、黄色で、緑。でいいんじゃない？これでどうだ？来たこれ！なんでこんな高度なものを。
売り切れたからあげるって好意でもらったのになんでこんないたずらするんだよ。お豆腐が入っていた箱だね。うわー、こんなところにお豆腐入れんなよお前。保冷剤ぐらい入れとけよ。え、じゃあこれでゲットできたと。はい、お豆腐だよお母ちゃん。はい、これで美味しいお味噌汁作って。あとマグロの刺身と、あの、漬け丼が食べたい、漬け丼。ありがとう。美味しいお味噌汁作るわね。やったー。クリア。すごい。なんで俺らこんなさ、食べ物を食べるためにこんな苦労しなきゃいけないんだよ。せちがらい世の中だな。さあ、ステージ22。お母ちゃん今日も体調いいの？このまま元気になっちゃおうよ。そうね。いつもよりはいいわ。久しぶりに写真でも撮りましょうか。そうだね。いいじゃん、チェックしよう。写真撮るの？わーい！カメラとフィル、フィルムを見つけてくるね。カメラあんじゃん、ここに。これじゃないの？かっこいいね。あ、ゲットした。え？またなんかある。あれ？なんもヒントがない。入力するだけ。どっかにそのままあるのかな？フィルムは確かお尻の中にあるわ。あるのになんでロックされてるの、お母ちゃん。飛び出す絵本。ん？お、茎は食べ物、坂はスポーツ、肩。飛び出てきた何が書かれる？茎はスポーツ、え、食べ物ってどういうこと？茎、食べ物。まあ、食べる茎と言ったら、なんだ？食べる茎ってどこだ？茎。ローマ字変換してみよう。茎、食べ物、坂、スポーツ、サッカー、スポーツだね。ああ、そういうことか。伸ばすんだ。クッキー、サッカー。ほら、茎を伸ばすとクッキーになって食べ物なのでしょ？坂はサッカーだからスポーツ。で、肩はカッターだ。道具。ほら、4文字だしカッター。これカッターでしょ？サッカーはそこにカッターって入力すればいいんじゃない？お願いします。いきます！来たこれ。いいじゃない、ローマ字変換。素晴らしいね。ああ、懐かしいフィルム。昔はこれを現像しに行ったんだよね。じゃあこれで組み合わせデスクすればいいのかな。でチョックしてオッケー。さあどう、お母ちゃん、カメラだよ。お母ちゃん用意できたよ。はいはい、撮るわね。ここじゃなんだから、お外の見えるお母ちゃんのお部屋で撮りましょうね。外には出ないんだ、もうベランダからね。うん、じゃあ撮るわよ。はーい、チーズ、チェキ。わー、何このほんわかした写真。なんで窓閉まってんの、開いてんのに。わーい、綺麗に撮れたね、お母ちゃんとの写真。嬉しいな。わあ、これが最後の写真になったのだとかならないでお願いだから。なんかフラグ立てないでお願いだから。でもクリアしました。いいじゃないの。これは一生の思い出になるね。僕のね、僕がこんな小さい頃の写真っていうのはね、大きくなったらもう撮れないから。お母ちゃんと撮った写真を飾りたいな。写真立てないかな。テレビに貼っとけばいいんじゃないの？ダメか。写真立て。このうちにあるカメラがあるんだからありそうな気もするけどね。どっかないかな、写真立て。ここあった、鍵。どこの鍵？鍵なんかどっか、あ、ここか。なんでこんなところに新設したの、鍵を。何か詰まってる。詰まってる。ガムかなんか入れてんの、お母ちゃん。嫌がらせほんとやめて。あー、ダメか。どっかでなんかそのガムを溶かす。チョコレートだ。チョコレート持ってくればいいんじゃない？チョコレートでガムを溶かすとか。あるよ、あるあるだよ。予防図お使いか？偉いな。そうなんです。毎日お使いします。あ、なんかリンゴをこれ見ようかしら。持ってる。ちょうだい、食べたい。いや、いいところに来たね。リンゴの試食をしていたんだ。お一つどうぞ。ありがとう、ポリフェノールがこれで取れる。ありがとう、おじさん。むしゃむしゃ。とっても美味しい。おじさん、ありがとう。あれ、爪楊枝返さないの？アイテムとしてゲットしちゃった。これで何かさ、詰まったものをゲットするって感じなのかな。抽選券手に入れたんで抽選しましょうか。さあ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 、2等来い、2等。持ってないのが欲しい、持ってないのが。あー、やっぱティッシュか。ティッシュ率高いな。まあ、いくつあってもいいから大丈夫。ね。多分トイレットペーパーも買うお金ないと思うからさ、ね、お尻拭けなくなっちゃうから。多分これ爪楊枝で、かき虫、あ、ほこりか。ほこり程度で。だって今までなかったんだから、つい最近作ったんでしょ。それなのにほこり詰まるってどういうことなの。これで開けられる？あ、開けられた。で、おー、写真立て。で、入れると。今回謎解きめちゃめちゃ簡単だったね。これを、あれ？入れられない？よいしょ。これで、こう。オッケー。お？お？お？で、開けて、入れると。で、入れる。おー、できた！綺麗に入ったよ。いい感じ。いいじゃないの、これ。わー、玄関に飾りたい。今に飾りたい。さあさあさあ、23ステージクリアですよ。次、24。あ、今日はお母ちゃん寝てるみたい。具合悪いのかな？ずっと外に出てたからね。今日はゆっくり休んでもらおう。あ、写真飾ってある。いいじゃない。お母ちゃん？ごめんなさい。ちょっとお願いがあるの。薬屋の、え、お姉さんを呼んできてもらえないかしら。え、ちょっと待って。お母ちゃん大丈夫？お姉ちゃんのとこに行って
ってくるね。嫌な予感するんだけど、大丈夫かな。ちょっと安静にしててね。あったかくするんだよ、お母ちゃん。ちょっと出ます。抽選券あるかな。今日も生きのいい魚がいっぱいだ。そうなんだ、独り言かな。あ、こんにちは。よく来たな。お使いかな。違うんです、ちょっとお姉ちゃんに用があるんです。お姉ちゃん、え、お母さんが私を。そうなんです、早く来てって言ってた。お姉ちゃん急いで行くから、僕は、気をつけて帰ってきてちょうだいね。そしたらお店でね。店を閉めなくていいの。お姉ちゃん行っちゃった。お姉ちゃんが元気になってくれるように、お母ちゃんの好きな卵を買って帰ろう。高級卵もうさ、だって12個あるんじゃないの。僕の卵焼き食べたら元気になってくれるかも。卵焼き作れるんだ、すごいね。俺も小さい頃よく作ってたよ。一回母親に褒められてから毎日のように作ってた。卵を買いに行かなきゃ。卵屋さん、僕、八百屋さん。お、薬屋さんに行ってきたみたいだな。そうなんですよ。ただ薬屋の姉ちゃん、お店開けっぱなしらしいんだ。何か知らないかい。ああ、ちょっと私の責任なんです、ごめんなさい。責任持って私が店番します。閉めるって言って、これで閉めればいいんじゃないの。鍵がある。え、シャープ W 回なんだろう。うん、何かを入力すると、これを入力しないとダメって。鏡がある。ん、ヒントなのかな、この鏡が。合わせ鏡みたいな。ああ、そういうことね。ああ、なるほど、合わせ鏡だ。きれい。この文字を半分隠すと木でしょ、半分隠すと霊でしょ、半分隠すといいなのよ。だからきれい、私きれい、なんつうか自己顕示欲の塊じゃないけど、お姉さん。じゃあきれいね。さあどうでしょう、多分鏡見ながら私きれいとか言ってんだろうね。うわ、見る目変わったわ。さあ開けましたよ。で、鍵を取った。で、鍵かけてきたのか、偉いな。どこに鍵かけたの。シャッターの鍵だったのかな。卵が欲しいって言ってたからな。あげるから早くお母さんに卵焼きを作ってあげな。1個だけなの。いや、それなら6つ買っていくからさ、そういう無駄なことしないで。1個じゃ大した量作れないじゃん。あ、え、帰り道、僕の家の方にすごいスピードで救急車が走っていった。なんだか嫌な予感がする。お母ちゃんは具合が悪かったから、お姉ちゃんを呼んできてほしいってお願いしたんだ。早く帰らなくちゃ。お母ちゃん、僕のこと待ってるかもしれない。あ、お母ちゃん、ちょ、やめろよ、走馬灯みたいにすんの。これが最後みたいになってんじゃん。お母ちゃん、はぁ、嘘だろ、お前。お母ちゃんはいなくなっていた。起きるときはいつも肩にかけていた僕がプレゼントしたブランケットも置きっぱなしにしてあった。具合が悪くなって救急車で運ばれたんだって、薬屋のお姉ちゃんが帰ってきて教えてくれた。それから僕は毎日お母ちゃんのいる病院にお見舞いに行った。お母ちゃんはすぐに帰ってくるからねって言ってたけど、いつになったら帰ってくるのかな。お母ちゃん、今日も帰ってこないだろうな。でももし帰ってきたら、僕の卵焼き食べてもらいたいから、卵焼きを作って待っていよう。卵焼き、あ、作る道具がある。ボール、これに卵をカチカチ、お、入れた。で、かき混ぜる。砂糖を入れないと。え、塩じゃダメなの。あった、砂糖。卵焼きに入れる砂糖で、これをここに入れる。かき混ぜる。おお、お上手ですね。卵焼きの元ができたよ。やったね。火はさすがに一人で使うの危ないって。うまく焼けるといいな。大丈夫？よいしょ。おー、すげえ、くるり、めちゃめちゃうめえんだけど。丸いフライパンで四角で作るの超難しいぜ。お母ちゃんに食べてほしいな。お母ちゃんの帰りを待ってみる。もうさ、焼きムラもないし、超職人技だよ。すごいよ、僕。僕は毎日卵焼きを作り続けたんだけど、お母ちゃんは帰ってこなかった。え？でも僕はお母ちゃんが少しでも元気でいてくれたらそれでいい。神様、僕のお願い聞いて。お母ちゃんを元気にしてあげてください。ここでタイトル回収するわけか。お願いって俺に言ってるのかと思った。謎を解いてくれって言ってるのかと思ったけど、違かったんだね。神様にお母ちゃんを元気にしてほしいって願ってたんだ、この子は。おい、何この感動ストーリー。遊び心。で、どうなるの、お母ちゃん。ちゃんと元気になって戻ってきてくれるよね。お、最後まで遊んでいただき本当にありがとうございました。あ、面白かったです。レビューは後でします。はい。あ、これで終わり、もしかして。でも最後に笑顔が見れてよかったわ。
ちゃんとお母ちゃん、家に戻ってきてくれるのかな。でも大丈夫だよね。外に生えてるさ、木にもさ、花が咲いてるじゃん。多分二人にも春は訪れると思います。はい、というわけで、僕のお願い聞いて、見事すべてクリアすることができました。果たしてお母ちゃんは、ちゃんと家に帰ってきてくれるんですかね。これ2が出たら、もしかしたら続編が、ね、出たら、お話の続き描かれるかもしれないですけど、ちょっと今は、ハッピーエンドを期待して、妄想の世界で物語を集結させましょうかね。はい、というわけで、結構長い実況になりましたけど、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんもぜひ僕のお願いを聞いてあげてください。はい、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。